はい、どうも。ワンバンコ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 。たくちゃんでおんま。よっしゃでおんま。104始まります。この間あの鶴光のオールナイトニッポン TV に、はいはい、出てまして、すごい皆さん多分楽しんだんじゃないかなと思いますけれども、うんうんうん、まあ、今日はですね、はい、あの今年のツアー、今日が7月の22日はい、はい、22日ですね、もう少しで、ツアー初日が始まりますということで、はい、今この撮影の前にですね、あの昨年のライブのロマンティスト、はいはい、こちらの方を、見てもらいました。はい、ちゃんと学習しました。ヨッシャーに見てもらいました。見ました。はい。はい、で、今年のライブに向けてですね、そうですね、ちょっと予習をしてもらおうということで、はい、ちょっと2時間ちょい見てもらいました。見ました。どうでしたか？いやいや、すごかったですね。すごかった。どの辺が？そうですね。僕は毎回言ってるんですけど、はい、多分田原俊彦っていうのがデビューしたのは僕10歳の時なんですね、はい、10歳です、はい、変わってないんですよ。そうですよね、キーが声のあれ見てやっぱびっくりしましたね。そこです、はい、もう知ってる曲もあれば、はい、ちょっと最近ちゃんと学習した曲もありまして、はい、前回ですね、前回ちゃんと渡しておりますので、はい、聞き応えのあるライブでした、はい、今年のライブは楽しんでもらって、おかわりがあるのかというところを皆さん見てもらいたいと思うんですけど、はい、その、ライブチケット、ライブチケットです、はい、ライブチケットですね、こちらの方を、はい、はい、すいません、はい、贈呈式でございます、ありがとうございます、はい、前ですね、りょうちゃんにも、はい、贈呈式あったんですけれども、こちらでございます、今回、よっしゃ、贈呈式ということで、はい、これちなみにこれ言っていいんですかね、私の列とかいいんじゃないですか、いいんですかね、はい、私1階のケレツのヨッシャーだから4番です、はい、4番です、はい、で、一応撮ってます、初観戦っていうことで、そうですね、初めて見ますので、はい、ちょっとドキドキしてるんですけども、まあ、楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います、はい、で今年のですねツアーグッズの方、まあ、皆さん購入された方も多いんじゃないかなと思いますけれども、はい、そうですね、まずツアー T シャツですね、 T シャツ、はい、シルエットバージョンと、ツアーバージョン、はい、これ背中の方にツアー日程が書いてあるやつですね、ツアーバージョンが、はい、これ僕個人的な意見ですよ、はい、まずツアー T シャツ、はい、ツアー T シャツって後で着れなくなるんですよね。なるほど、後で着れなくなる、うん、その時はいいんですよ、あ、ツアー中はね、そうそうそう、はい、なんですけど後で着れなくなる悲しさがあるっていうのが、なるほど、ツアーバージョンの方は、はい、うーんってなるほどですね、他のアーティストの時もそうなんですけどね、はい、やっぱなかなか普段着れないんですよ、でそれに対してツアーバージョン、シルエットバージョンの方は、はい、これいいと思うんですよね、シルエットバージョン、うん、なんですけどこれ黒が欲しかったな、あ、なるほど、これ裏には書いてないんですか、ね、そうです、多分表だけですね、あ、なるほど、はい、のプリントになってるんで、これすごいいいんですけど、はい、ちょっとカラーバリエーション欲しかったな、なるほど、ね、っていうのがちょっと本音ですかね、うんうん、白と黒しかないですね、はい、うん、で続きましてペンライト、ペンライト、はい、これましたね、皆さん、はい、今年もなんか赤外線で色が変わるみたいで、まあ、これは皆さんちゃんと持ってこられるんですね、はい、必須でやっていただきたいなと、はい、はい、なるほど、で続きましてキーケースですね、キーケース、はい、TT、 TT でロゴがついてるんですけれども、はいはい、うん、うん、申し訳ないです、僕はちょっと、はい、欲しい、なるほどですね、あんまりないかなっていう、うん、その横にですねハンドタオル、はい、ハンドタオル、はい、これ TT スマイルっていうなんかこのロゴ作ってるんですけど、あ、これですか、はい、あ、はは、でこのキーケースのロゴをもう少しいじって、はいはい、俊彦田原のロゴをちゃんと作ってほしいんですよ、あ、なるほどですね、はい、A ちゃんであれば E 矢沢のロゴがありますね、ああいう風な形で俊彦田原のロゴを作ってくれたら、はい、かっこいいロゴを作ってもらえれば
すごいいいのかなっていうふうには思うんですけど、なかなかですねちょっとその辺が意思、こちら側の意思がやっぱなかなか届かないんですよ。ちょっと TD スマイルの方は、はい、子供じゃないんだからってどうしても、まあそうですね、これを作るんだったらですね、このロゴで作るんだったら、はい、マグネットとかだったらいいと思うんですよ。あ、なるほど、はい、ちょっとしたやつだったらいいんですけど、うん、持ち歩くにはちょっとやっぱガキっぽすぎるのかなっていうふうに思うんですよ。だこの辺はちょっと考えてもらいたいなっていうのは毎回思ってるところですね、はいはい、で、まあ、続きまして今度ピンバッジですね。ピンバッジ、はい、これはランダムで、まあ、袋に多分入ってるやつでランダムどれかこう引くみたいな、はい、あ、なるほど、これこれは正直欲しいです。なるほどね、ここにジャケットの上とかねとかにつけたら、はいはい、じいちゃんとかですね、はい、で意外とですねやっぱりいいシルエットあるんで、うん、まあ、マイケルのそうですね、ディスイズイットみたいなですね、このありますね、はい、はい、やつとか他のやつもそうなんですけど、まあ、結構いいのあるんで、うん、これはちょっと欲しいなっていうふうに思います。これでもランダムですよね。そうです。ということは何が出るかわからないっていうですね、こう触っていいならいいんですけどね、はい、で続きまして開放フォルダーですね、はい、これはやっぱりちょっと欲しいなと。あ、なるほど。開放ってなかなかこうストックブックっていうのが途中でなくなるんで、ファンクラブのね、そうそうそう、市政代理とかじゃなくて開放フォルダー、開放フォルダー、はい、っていうのを。はで、どういうツアーグッズが欲しいですか。僕ですか、はい、ツアーグッズをもし購入するとしたらどういうやつが。僕はとりあえずパンフレットは本当作ってほしいなと思うんですよ、はい、あ、パンフレットは欲しいですね、はい、ツアーパンフってやっぱりあったら買うじゃないですか、はい、ツアーパンフは欲しいなっていうのと、はい、あと僕のところの DM とかでちょっと来てるので、はい、カーシェードとか欲しいなっていう。あー、カーシェードね、はい、だからロゴをしっかりバンってこの TT スマイルとかじゃなくてですよ、ちゃんとトシコタハラのロゴをバシッとあれしてシルエットとかポンと入れたら結構かっこいいカーシェードできると思うんですよ。で夏場なんかやっぱ年齢暑くなってますんで、そうですね、はい、カーシェード欲しいなっていうふうには思いますね、はい、まあツアーグッズとしてどういうのが。僕は冷蔵庫の、はい、閉め忘れで、はい、トシちゃんの声で、はい、開いてるぜっていうのが欲しいなって。限定で最初にこう受発注すれば、うん、そうですよね、限定で、はい、プレミアムバンダイで、そうです、で数集まんなかったらやりませんみたいな、うん、そうですっていうのやったら普通にね売れると思うんですけど、売れると思いますよ。そんなこんなのですね、商品群がこういろいろ、まあ過去もですねいろいろあるんですけど、トシちゃんハート時計とかですね、トシちゃんが出てくるんですよ。トシちゃんが出てくる、出てくるってやつです、はい、どうなんですかねこれはでもあったらあったでえって思いますよね。正直思いますねこんなのあるんやみたいな。こういうのっていうのはあれ、トシちゃんの意見とかは反映されるんですか、ね、どうなんですかね。一応最終的な、はい、あれは許可は取るようなことを以前聞いてはいるんですけど。あ、そうなんですね。こんなの売るけどどうみたいな、そうそうそうっていうのはあるとは聞いたんですけど、どこまでですねそれをやってんだろうなっていうのはありますよね。写真の使い回しじゃなくて、うん、まあ本当グッズ用でできれば写真撮ってもらいたいなとは思うんですけど、うん、なるほどね、はい、うん、その辺がこうあればみんなもっとこうやっぱグッズにも行くし、はい、っていうところにはなると思うんですよね、はい、これがなんかね毎回ね、うん、ちょっと残念なんですね。元グッズ屋の僕としてはちょっと違うだろうって、年齢層をどこにターゲットを持っていってるかっていうのが本当にいつも分かんなくて、皆様そのねお姉さんたちが普段使えて、はい、あちょっとそれいいねって、いやこれトシちゃんのツアーグッズなの、うん、でトシちゃんそんなん出してるのみたいな感じになると、なんかちょっとおしゃれに使えるかな。コップとかどうなんですか、茶碗とか箸とか。茶碗とか箸ってトシさんと一緒に飯食う感覚とかいう、どうなんですかね僕はちょっと厳しいかなとは。トシちゃん米とかですね。米ですか。米です契約農家でトシちゃんの米を作るっていうやつとか結構いいんじゃないですか。米の消費にもなって、まあ、かなり大変だとは、まあ、いろんなところのコラボがこう必要にはなってくるとは思うんですけど、なかなかやっぱりネックレスとか出たりもするんですけど、はい、
ネックレスとかもやっぱ使い勝手として、はい、あのやっぱりファン心理として買いはするんですけど、はい、その高いの買った時ってやっぱり使えるようにしてほしいなっていうのをすごく思うんですよね。うん、かといってその安いのばっかりを出してくれっていうわけでもないんですよ。うん、もうみんな大人なんで、その大人が使えるやつっていうのをこう、なるほどね、うん、出してくれたら、あの消費が上がるんじゃない、なんて言ったらいいんですかね。いつもなんか否定ばっかりしてるんで、別に否定ばっかりしてるなって言われるかもしれないですけど、まあ、ターゲット層にもまあ多分よると思うんですけど、そうですね、昔のトシちゃんの写真を使ってブロマイドを当時でみたいに売るみたいな、僕ですね、前もちょっと話したんですけど、アクリルスタンドさっきあったでしょ、あ、ありましたね、あれを、ずっと昔のシングルのやつからで、ジャケットから撮ってって作れないかなとか、うん、コレクション性の高いようなのを、そうそう、なんかそういうのをうまく作ってくれないかなっていうふうには思うんですよね。昔今パッと僕思ったんですけど、これ、はい、トシちゃんって足上げるじゃないですか、はい、足だけのフィギュアですか、マイケルの足だけのフィギュアと一緒ですね、うちにありますけど、うん、その足を上げてて、この足を上げてるこの格好はもう絶対トシちゃんだっていう、あのトシちゃんってすごいのがですね、はい、シルエットでトシちゃんって分かるんですよ、クレジットカードトシちゃんのあるんですけど、はい、あれもシルエットでトシちゃんって、あ、それトシちゃんのカードですかみたいに、あーですよね、結構言われるんですよね、出した時だから、シルエットがあれだけ特徴があるって、パッと思いつくのって、あと本当マイケル・ジャクソンぐらいなんです、ですもんね、はい、あとシルエットの特徴があるっていうか、シルエットが売れるってだから、そうそう聞かないですよ、ね、でしょ、うん、思いつかないです、だからシルエットがすごい綺麗だっていうことなんですよね。だから今回シルエットの T シャツはすごいいいと思うし、うんうんうん、あのピンバッジもいいと思うんですよ。だからあとはもう本当使えるやつっていうか、そうですね、はい、まあコンサートグッズってなかなか使えるやつって他のアーティストでも少ないんですよ、うんうんうん、少ないんですけど、そこをなんかこうやっぱ使えるやつを考えてくれると、うん、それだけで売り上げって上がるのかなっていうふうには思うんですけどね、うん、まあ、皆さんがどんなものを望んでいるかですよね、そうですね、トシちゃんがデザインしたものとかはあのみんな大好き大好物ですよね、ですよね、そういうのはね結構ね、うん、だからまあここの例えばハンドタオルでも、まあトシちゃんがなんかこう絵を描いてってやつとか、ね、やつとかにすると、うん、まだ飛びつくんじゃないかな、ですよね、しかもツアーの時しか買えませんよっていう形にすれば、あの開放のフォルダーもだからそういうのと2つ作ってもいいと思うんですよ ね、 ですね、2種類作っても、ね、でも開放フォルダーはね買いだめするような気がするんですよね。ああ、まあそうですよね、こういうのなかったですよね、はい、今まであんま見ないですよね。いや意外とですね、ええ、他のファンクラブでもあります。 あるんですか。あのグッズでも開放フォルダーは意外とあるんですけど、あのデアゴスティーニのあのそうです、ね、冊子をこうどんどんどん溜めていくタイプのやつですよね。意外とありますね、へ、うん、まあ皆さんがね何をこう欲してるかっていうのは本当人によっては違うと思いますし、まあすね、今回ので満足して、うん、もう本当る方もいっぱいいらっしゃるのは分かるんですけど、うん、まあ元グッズ屋としてですね、ちょっと気に入らないところはちょっといらっしゃろうかなっていう、その否定をしてるわけではないで ですよ、ね、ただ肯定はしてないっていうだけで、ただこうしたらいいんじゃないかなとか、そうです、そうです、企画会議に俺ら入れるよみたいな、そ そういう感じですよね。そういうことですよ。あの実際あの、まあ、田原都市チャンネルですね、はい、もう本当公式チャンネルですよ、僕たちみたいな偽物チャンネル、はいはい、じゃないですよね。はい、あのそっちであのこの間やってたそのフライデーされたいっていうのがあったんです。え、トシちゃんですか。いえ、ディレクターの女飯食ったか。